い、ちょっとここで宣伝です。この前レノファの年賀状を買ってきました。まだの方は、ぜひアンテナショップやインターネットでお買い求めください。それでは本編どうぞ。はい、皆さんこんにちは、レノファ二郎の部屋へようこそ。さあ、12月21日時点での遺跡情報を振り返っていきたいと思います。はい、皆さんお久しぶりです。まずは加入の情報から。鹿児島ユナイテッドからフォワード山本俊介選手の加入が決まりました。いや、この山本選手の加入嬉しいですよね。こう、山口に本当にゆかりがある方です。萩市出身、中学高校は高川学園、そして大学は徳山大学と。おー、徳山大学では初の J リーガーだそうですね。ああ、ちょっと意外でした。鹿児島ユナイテッドでは今季2ゴールということですが、ガイナーレ鳥取戦で昇格を決める同点ゴールを決めています。なんか持ってる選手ですね。そしてボールボーイを経験されたりです、エスコートキッズを経験されたりされているようで、最もある意味ミラスタでプレーするのを望んでいた選手ではないでしょうか。いや、これはね、本当にね、楽しみですね。萩のサポーターがどんどん増えていってくれてほしいです。いやね、本当に、ね、萩の皆さんとても楽しみにされていると思います。山本選手のことは徳山大学の時に鹿児島に入るというニュースを知りまして、おお、徳山大学にもそういう有望な選手がいるんだというのはね、知っていましたが、この度レノファに来てくださるということで、いや本当に嬉しいですね。ちょっとね、来年のユニフォームもちょっと悩んできました。いや、山本選手ありがとうございます。ぜひね、ふるさとで思う存分力を発揮してほしいと思います。よろしくお願いします。続きまして、湘南ベルマーレからフォワードの若月大和選手が完全移籍で加入。おー、ありがとうございます。J1 の若手というとレンタルで来るイメージがいつもあるんですが、若月選手は完全ということでありがとうございます。若月選手は安打17代表の時にワールドカップでオランダ相手に2得点を決めているそうです。すごい選手が来ましたね。周りのサッカー通の方はもう、若月が来るのというふうにすごく反応されていました。あ、そんな有望な選手がまた来てくださるんですね。でまた、21歳と若いんですが、スイスでも2年間プレーされていると。身長は170センチということでスピードタイプのフォワードのようですね。ベルマーレといえば、夏香さんが今コーチされてますから、何らかのつながりがあったんでしょうか。いや、いずれにしてもね、嬉しい移籍ですよ。いや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 、若月選手ありがとうございます、ね、J2 で暴れてください。怪我もあったようで、まあ、正直その J2 の20位のチームに移籍ということで、まあ、不本意かもしれませんが、ぜひね、山口で思う存分暴れてください。背番号31ゴールキーパー寺門にテラカドリク選手は横浜 F マリノスに復帰となりました。3年間ありがとうございました。テラカド選手ね、もうここ最近順調に出場試合数を伸ばしていただけに、ちょっぴり寂しいですが、ね、マリノスから戻ってこいと言われたことは、この3年間の頑張りが評価されたんでしょうね。それはね、テラカド選手にとっては何より良かったことです。テラカド選手、今までありがとうございました。もう本当に、ね、ピッチサイドで本当に寺門選手がよく大きい声を出していたのは本当に忘れません。絶対守護神寺門、ゴールはやらない。絶対守護神寺門、勝利をこの手に。バキ FC さんのようにレギュラーがどんどん抜かれてしまうチームもある中、ここまでは順調なオフとなっています。来年の応援のモチベーションが高まりつつあります。今年の悔しさを忘れず、またね、山口県を盛り上げるという原点に帰って応援を頑張りたいと思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。